強いなぁ。ありがとうございました。やっぱりスタートであそこで来たか。そうですね、まさか誰も出ないと思わなくて、ちょっと出てくれるのを期待したんですけど、うん、あれ以上待っちゃうとちょっと実際本当にちょっと我々、うん、予想外。ありがとうございました。初週あれと思って追っかけて、でも一周、ねうんまあ、まあ逆に前取らされたんで、うん、ちょっと仲間のところ腹くくって、まあ、彼も来てたんで、これも踏まないです。しっかり踏んで、それこそ神田さんが来るのかなっていうこの、そうですね、並び的にもうマクルがイン切りかその上叩くか、だと思ったんで、そこも両方来たんで。いやでもちろんその3番手しっかり取って結果もライン1、2、3であとは、うんまあ、どこで来るか、うん、だと思ってたので杉森さんあたりどっちかが、うん、そこはちょっとどこで来る来た時に反応できるように、うん、っていう感じですね。まあ来なかったんで、うん、あそこでもう仕上げたんですけど実際そのまあ初日のしっかり人気にも応えてここもライン1、2、3なんですごくいい格好で準決勝に、ね、今日は軌道よりは楽に、うん、気持ちいい確かにプレッシャーという他が人気だったんで、うん、楽に走りましたけど、うんまあ、3人決まったのが一番良かったです、ねうん、実際そのウィーナーズカップとかオールスター走ってこの記念でなんかレベルアップしてるの実感はできるんじゃないですか。脚力的なのはそんなに長積みはないんで、うん、ないと思うんですけど雨だったんで、うんまあ、あとは、まあ、気持ちというか、うん、少しでも上のところ走りたいというのは、うん、やっぱり時間とか走って、うん、そういう気持ちは出るようになりました、うん、もう一個決勝上がることが、うん、繋がるでしょうか。そうですね、明日勝負だと思うのでしっかり頑張って頑張ります。頑張りしますね。私は本命打ったから気持ちよかった。いやたまたまです。本当たまたまです。ありがとうございました。またお願いします。